長いロープの途中に、もやい結びを作る方法ですが、その前にまず、一般的な結び方で作ろうとすると、どれくらいめんどくさいか、やってみましょう。例えば、車を牽引するときなど、ロープが長すぎて、末端を持て余してるシーンとか、見かけたことがあります。こんな風に、余ってる末端を、いちいち何度も通さないとならず、ロープは途中でねじれるし、どこを引っ張っていいか、わけわかんなくなりそうですね。さらに、解くときも、何度も長々と引き抜くのが、面倒です。ということで今回は、長すぎるロープの途中に、簡単でスマートに、もやい結びの輪を作る方法です。まずは、右利き板から、左手で、ロープの元を持ちます。右手で向こう側に、ぐるっと輪を作り、その輪を返して、元ロープの上へ重ねます。末端側で、もやいのループに必要な分を作って、折り返します。この時、末端側が外側に来るように持つこと。私流の結び方は、応用が効くものが多いです。手元の輪に差し込んで、通してやります。出てきた折り目は、そのまま、元の方向へ畳んで、ループと一緒に保持したまま、元ロープ側を引っ張れば、完成。この時、ループに続いてる方のロープが、結び目の内側にあること。末端に続くロープが、結び目の外側にあること、が重要です。もしこの、内と外が逆になっていると、荷重がかかったり抜けたりの繰り返しがあった時に、結び目がスリップしてしまうので、注意。また、ロープの途中に輪を作ってあると、つい、バタフライノット、とかと、勘違いしそうになるかもですが、あくまでもやい結びなので、末端側に荷重をかけると、いずれ、結び目は崩れます。必ず、ループ側に荷重がかかるように使いましょう。解除するときも、何度も引っ張り出さずに済むので、素早く簡単に解けます。次は、左利き板です。右手でロープを保持、左手で、ぐるっと向こう側へ輪を作り、その輪を、さらに返して、元ロープへ重ねる。
長すぎる末端を適当なところで折り返す。末端の末端側がループの外側に来るようにするのがポイント。そのまま右手の輪の中に通して引き抜く。抜けてきた折り目をひねることなく元の方向へ畳んで、元ロープを引っ張って締める。末端側のロープが結び目の外側にいることが重要。すでにお気づきの方も多いでしょうが、基本的には私が以前アップした一番簡単なもやい結びの応用なんですね。アシュリーズベンドもそうですが、私が考案した結び方は応用が効くものが多いです。次は、物に引っ掛けて、手前側に作る場合です。牽引などでは、むしろ、こちらがメインですね。左手側が元ロープです。右手で手前に、ぐるっと輪を作り、さらに返して、元ロープの上に重ねます。末端側を、末端がループの外になるように折り返して、左手の輪の中へ通して引き抜きます。通した折り目は元の方向へ畳んで、元ロープを引いて締めてやれば完成。ちゃんと末端側ロープが結び目の外側に来ていますね。最後に、元ロープが右手の場合です。左手でくるっと手前に輪を作り、さらに返して、元ロープに重ねる。末端側を、末端が外側に来るよう、折り返して。右手の輪の中に通して。来た方向に、そのまま畳む。元ロープを引き締めて、完成。何度も言いますが、末端側が結び目の外側というのが重要です。